レンジもなんか好きなんですそんな感じです。はい、じゃあ行きましょう。はい、はい、はい、ではこちらがシアーストライプティアードスカートになります。品番が M の3355 です。お色がまずププちゃんが着ているこちらオフホワイトです。はい、はい、そして次がこちらライトブルーです。はい、はい、そしてこちらがピンクベージュです。はい、はい、でいちゃんが履いているのがこちらライトオレンジです。はい、はい、でこちらも4色展開になっております。お値段いきます。じゃじゃん、2890円。イエーイ。はい、でこちらも7月21日水曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格です。はい、はい、じゃあポイントお願いします。はい、はい、こちらはですねティアードのデザインになってるんですけど、はい、この腰回りとかはね結構ストンと落ち感のあるシルエットになっておりまして、はい、しかもねちょっと白が分かりにくいかなと思ってブルーを見てほしいんですけど、うんうん、こういう風にね縦のストライプが入ってるので、うん、よりねこう細見えしてくれるデザインになっております、はい、で面白いのがこの下の裾の部分は横のストライプになってるので、うんうん、この裾の部分はちょっと横の広がりを視覚的にもね見せてくれるし、ティアードなのでちょっとふんわりとした感じで着ていただける、はい、女性らしい印象で着てもらえるかなと思います、はい、でこのお腹周りとかも、ね、結構ねすっきり見えするんですけど、うんうん、しっかりとバックゴムもついてるので結構伸びるのでお腹も苦しくない、はい、まあ、リラックスして着ていただけるかなと思います。はい、で着てみて思ったのが、うん、すごくね軽い素材感で、なんかね色合いもカラバレが、ね、すごく淡い色合いなので、うん、夏に着てもらいたい一枚だなと思います。はい、はい、以上にしてください。着てもらいたい、着てもらいたいですはい、あ、ウエストゴムだけど妊婦無理なウエストかな、伸び具合、うん、これぐらいあります、はい、マックスいくつ、裏地がこのぐらいや、結構長いな、うん、そうですね、膝下ぐらいまであるんですけど、はい、ここのウエストのゴムは伸びるんですが、この裏地がここまでしかいかないというか、この伸縮性に、なんかお腹の部分がこうピッタピタになりそうな気がします、はい、なので臨月さん行っちゃうときついんじゃないかなと思ってて、そうですね、ね、上上げてもここがそもそもそんな伸びないのでちょっと苦しいかもしれません、臨月まで行くと、はい、でも途中はいけそう、途中は中期さんとかなら、はい、伸びは結構あるんですけどね、そうそうそう、かなりここが全部ゴムなので、はい、もう伸び伸びは伸び伸びなんですけど、うんうん、なんかすごいグッと苦しい感じは全然ないんですが、はい、やっぱちょっと大きいと苦しく感じてしまう場合があります、はいはい、スニーカー合わせしてほしいってあるのでちょっとスニーカーで合わせますね。はい、はい、あ、ホワイトもストライプ入ってるんですか？はい、ホワイトの方もねストライプ入ってます。ちょっと今見にくいかなとは思うんですが、こんな感じで、はい、さりげなくこの入ってる感じがね可愛いポイントにもなっております、うん、はい、スカートの生地は柔らかいのかなっていただいてるんですが、うんとね割と、この生地感はレーヨンが 55%、 ポリエステル 26%、 ナイロン 19% なので、そこまでね、なんか綿みたいな柔らかさはないんですけど、うん、ちょっとねクシュクシュっとしたような感じになりますかね。はい、はい、うん、なんか若干この張りもありつつ、うんうん、ね、なんかシワも目立ちにくそうな、そうですね、なんかもともとちょっとだけシワ加工みたいな感じになってるので、そうなんだ、シワがついてもなんかデザインっぽく着てもらえるかなと思います、うんうん、はい、思います。あとね、腰張りどうですかって質問結構いただいてるんですけど、これはそれこそ視覚効果が素晴らしい気がしていて、うんうん、そもそもそんなに腰のとこすごい広いものでもないんですけど、さらにここがねストライプなので、うん、はい、ね、このストライプがやっぱりこの視覚効果でかなり細見せしてくれるのと、うん、はい、結構絶妙な位置からふわっとティアードになってるので、
なんでしょうね、このティアードのボリュームもあるのもそれこそ視覚効果でここがすっきり見えるような気がします、うんはい、で全然パツパツに、ね、ならないよね、ここなってないですね、うん、割と余裕はあるかな、はい、あります、はい、で後ろもここ全部ここがゴムになっているので、うん、この部分にちょっと布の余りがあるので、はい、お尻もそんな拾わないですし、うん、シルエットとしては全然あのボディラインに拾わない、ね、うん、形ですよね、うん、これはね、ちょっと考え尽くされた、ね、確かにすごいあの、ね、シルエット綺麗です、はい、綺麗です、はい、あ、低身長さんどうがありますかっていただいてるのでちょっとお見せしますね、はい、まず低身長さん152センチのスタッフが着用するとこれぐらいです。全然いけますね、スニーカーでいけてるので足首ぐらい、うん、うんうんです。で高身長さんの動画もあるのでお見せしときますね。はい、高身長さんは足首が全部見えるぐらいの丈感です。168センチのスタッフになります。うん、はい、こんな感じです、はい、で、ね、いーちゃんぷくちゃんかわいい、ポケットないですか、はい、ってあきさんが、はい、ポケットはね、ありません、はい、うん、ないんですけど、こういう時私おすすめしたいのはちっちゃいポシェットをおすすめします、うん、やっぱりあの結構取り出しやすいし、はい、ポケットない時はかなり重宝すると思うので、うん、はいはい、スマホバッグみたいなのとか、うん、そういうのをね、はい、持っていただくといいかなと思います、はい、オレンジ透け感があるようなって聞かれてるんですけど、多分黒とか着ちゃうとあると思いますね、ここが見えてるんちゃうかな、こうピタッとした時にここが若干切り替えが見えてるので、うん、はい、もし気になるようでしたら、うん、この中にペチ1枚履いてもらって、うん、あの黒の部分をペチの中に入れるとまだマシだと思うので、うん、そういう感じで対策してみてください。多分下着は別に薄い色だったら透けないので、そうですね、はい、透けるのはこれとピンクベージュかな、はい、と思います。はい、ふくちゃん違う色着てくる、はい、はい、着てきます、うん、お願いします、はい、だいぶ軽そうな涼しそうな素材っぽいね。そうですね、これはもう軽くて涼しいです、本当に言っていただいてるように、なんかね、この今表面触ってる感じだとなんか別にあのひんやりする素材ではないけど、ちょっとひんやりするような感覚があります。ナイロンが入ってるからか、ナイロン 19% 入ってるのでこの感じもあります。かといってそんなシャカシャカするような素材でもないので、意外となんか上品な感じにも見えますし、すごくおすすめです。はい、2人のお尻なんですか。私オレンジが好きです。これ私はね、今から着るブルーの方が好き。かわいい、その組み合わせがめっちゃかわいいその組み合わせで出てきてほしいぐらいかわいい色がめっちゃ、ぷくちゃんの色合いがかわいい私はオレンジが好きです。ピンクベージュはストライプの色何色ですか。そうですね、ピンクベージュはなんかね、ちょっとグリーンが入ってます。ピンクベージュだけ、ほら見えるかな、ちょっと見えますかね、見える、ちょっとライト消そう、見えますか、この白とピンクの、ピンクの上に本当にライトグリーンみたいなすごく薄いお色が入ってるんですよ。これは他のカラーは全部ね、白とそのベースの色になるんですけど、このピンクベージュに限りグリーンが、薄いグリーンが入ってます。はい、あ、グリーン見えました、よかったよかった、入ってたでしょ、他のちょっとだけ入ってる、なんか若干やっぱ他の3つに比べて雰囲気が変わりますよね。はい、ペチコートを着る人生じゃなかったんですが、夏に裏地のある服にさらにペチコート暑くないですか。あのね、私は全然このペチコート履いて、逆にペチコートってこう何ですか、汗をちょっと軽減してくれるような気がするです、まあ、吸ってくれるような気がするので、私は1枚あっても個人的にはそんなめっちゃ暑いとかは感じないタイプなんですけど、全然ワンピースの下にもペチコート、裏地あっても
あのかなり透け感がありそうなものの時は履く時もありますし、そうですね、結構個人差はあるかもしれないです。もともと全然着てない方だったら結構厚く感じる方もいらっしゃるかもしれないですね。はい、はい、あ、かわいい、ブラウン可愛かったのに着替えてしまった。ブラウン可愛かったか。そう、ブラウン合わせてめっちゃ可愛かった。はい、はい、色味の合わせがすごい合ってて可愛い。はい、こんな感じです、ね、ブラウンとブルーでめっちゃ可愛い、うん、やっぱりこの2色が合いますね、うんうん、はい、これがね、本当に万能すぎるんですよ、この、ね、万能 T シャツが、はい、はい、ピンクベージュでチャレンジしてみようかなって思ってます、うんうん、すごく可愛いと思います、淡い色合いで、ね、はい、可愛い、ブルースカート、紫に見えますかね、うん、ちょっと紫がかっているかな、はい、ラベンダー味もなんかあるような感じ、うん、確かに青と紫のなんか中間色みたいな感じですね、うん、はい、ふくちゃんの色合わせめっちゃ好き、かわいい、 ありがとうございます、なんか爽やかな夏コーデ風にできました、夏コーデ風、はい、ブルー爽やかで上品っていただいてますね、ね、すごくね、色合いがなんかこうあの爽やか、本当に爽やか、淡い色合いなのでなんかこう軽いイメージで着ていただけるかな、あ、ウエストずれてこないかなってあるんですけど、私はね、ちょうどいいかな、ちょうどいいウエスト感です、私もちょうどいいです、はい、なんか苦しくもなく、うん、そうですね、うん、ウエスト幅は32から44ですね、うん、ので、まあ、結構伸び感があるので割といろんな方にこうぴったりするサイズの感なんじゃないかなと思います福ちゃんコーデポカリスエット飲んでそうって爽やかさが白見て白と青でね、はい、ありがとうございます、ポカリが逆にポイントになりそうです、確かに濃い、はい、濃いブルー、はい、爽やかな感じが出てよかったです、爽やかです、裏地ありますかっていただいてるんですけど、裏地もはいあります、こんな感じで見えますか、こんな感じで、はい、裏地もついております、裏地も結構ね、サラッとしていて、裏地はポリエステル100なので、すごくね、サラッとしてて、うん、着やすいです。はい、あ、誕生日の方いらっしゃいましたかね。どうぞ。ハリさん。ごめんなさい、ちょっと名前が読めなくて。もしまたいらっしゃったら言っていただければありがたいです。ピンクベージュとブルー合わせやすいのはどっちかなっていただいてるんですが、どっちも色合い合わせやすいなと思うんですが、私はね、ブルーの方がなんか白とかブラックとかそういうモノトーン系にも合わせやすいのかなっていう印象はあります。なんかこっちはピンクの方がちょっと女性らしいフェミニンな感じで着てもらえるかなと思います。はい。今日注文したらいつ頃届くかなっていただいてるんですが、はっきりとは言えないんですが、だいたい2、3日ですかね。そうね。はい。そう2、3日ぐらいをいただいているような、はい、それがそのぐらいで発送させてもらってます。後ろみたいでしていただいてます、こんな感じですね、ちょっと後ろはね、バックゴムが入ってるのでここもちょっとクシュクシュっとした感じになってます、うん、はい、はい、ちょっとジャケットで可愛い合わせてみました、ピンクベージュ、うん、かわいいです、うん、なんかグリーンのシャツ合わせようと思ったんですけど、パキッとしたグリーンすぎてあのやめましたちょっと柔らかく淡い感じのコーデです、はい、はい、うん、あ、後ろ見たいです、福ちゃんが分かりやすいかな、はい、後ろこういう感じで、ここが全部ゴムになっています、はい、はい、ちょっと下がってもらってシルエット
なんかお尻もね、そんなにこのここが生地感があるので、はい、ピターっとすることもなく、はい、うん、ちょっとストンとした内側になってます、うんうん、ですね、はい、そうですね、まあ、連休入っちゃうのでちょっと確かに、うん、そうですね、はい、あの発送状況は若干変わる可能性もあります、うん、はい、多分なんかもし変更とかあればサイトとかに載るとは思うので、はい、よかったらそちらちょっとチェックしてみてください、はい、はい、あ、じゃあ、あ、イサさんですね、あ、イサさん、はい、失礼しておきました、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ次行きましょうかね、はい、はい、じゃあ入れてきてください、じゃあ、はい、みーちゃんシャツコラボで合わせてほしいです、ブラウンしかちょっとここにないんですけど、ブラウンでもいいですか、ほこちゃんブラウンのシャツ取ってもらってもいい、ブラウンのシャツ、うん、あ、そこにないかな、あ、そうそうそう、それちょっと待ってくださいね、ありがとう、でもこのブラウンにピンクベージュのストライプのシャツすごい似合いそう、こんな感じです、色合いはバッチリ合いますね、めっちゃ合います、ね、色は可愛い、後ろもなんか意外とちょうどあの何でしょう、下のティアのところでこの上のシャツの長さが来てるんで、なんかこうここで切り替えになってまた切り替えになってみたいな見え方があんまりしないような気がします、だから羽織っても違和感ない気がしますよ、で別にこうウエストを縛りたかったら縛っていただいて着てもいいですし、ブラウン合わせおすすめです、かわいい、多分このブラウンと全色いけそうな気がしますけどね、白もかわいいと思うし、オレンジにも合いそうだし、さっき福ちゃんが着てたちょっとブルー系のお色と合わせてもかわいいと思います、あ、ブラウン買ってよかった、かわいい、ありがとうございます、